ボードファンの皆様おはようございます。アシアサンライズレース G3 マスターズリーグ第2戦6日間シリーズは本日3日目の開催です。予選はここから後半戦、さらに気合の入るレーサーたちへ今日もたくさんのご声援をお願いいたします。それでは3日目サンライズ V 戦予選第1レース、1号艇滋賀の川北博隆、2号艇静岡の野中芳雄、3号艇広島の岩井茂、4号艇群馬の長谷川充、5号艇東京の浦田信義、6号艇滋賀の佐竹恒彦です。今1号艇川北博隆、昨日3着2本、ここは逃げて白星へ。2コース2号艇野中芳雄です。3コース3号艇岩井茂、3艇後方に引き4コース角、4号艇長谷川充です。5コース5号艇浦田信義、6コース6号艇佐竹恒彦です。昨日のイン2着ですが、初日も大敗ない走り。サンライズ V 戦予選第1レース、3対3、内側から1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。サンライズ V 戦の第1レース、2号艇の野中がスタートを決めました。1周の1マークをそのまままくっていく2号艇の野中、まくり出す3号艇の岩井、続く4番6番向こう正面、先頭は2号艇の野中芳雄、内側迫る4号艇長谷川充、さらには3番6番僅差。スタートは前提正常でした。直線コース伸ばしていくのは4号艇長谷川充、2マーク4号艇長谷川旋回、続く3番2番6番ここ届きません。先頭4号艇長谷川充がリードを奪います。2番手に3号艇岩井茂、その後ろ3番手に6番2番並走。レースは2周1マークの旋回です。トップで向こう正面は4号艇長谷川充です。続いて3号艇岩井茂、その後ろは6号艇の内から2号艇バック側、3番手は6号艇佐竹恒彦が前、一定審査で2号艇の野中芳雄追走、さらに後ろは1番5番。レースは2周2マークへと向かいます。リードを広げ4号艇の長谷川トップで折り返す、2番手3号艇の岩井、3番手6号艇佐竹です。ホーム側上位の3人は4番3番6番。レースは最終周回と入りました。4番手以降水が空いて2号艇野中、1号艇川北、5号艇浦田、4号艇の長谷川トップで最後のバックです。2番手に3号艇岩井、3番手6号艇佐竹です。最終バック上位の3人は4番3番6番。436の3連単のオッズは13万円を超える高配当となっています。ラストターンマーク4号艇の長谷川トップで折り返します。今日はこの後第10レース、続いて3号艇の岩井、3番手6号艇佐竹で間もなくゴール。4番五輪、3番五輪、6番五輪、1番五輪、2番五輪、5番五輪、以上前提放輪しました。